どうもナイスピーチでーす。ということで本日もマリメ実況やっていこうと思いますが、なんかねどうやら難しめのお城があるらしいんですが、とりあえずちょっと待って、ここにいたらトゲコンボにやられるよね。右側を通れるようになるまで待ちますか。あ、でもあれか、ここにいると右側のトゲコンボが反応しないんだ。ってことは一回一回右側に行って戻るを繰り返していけば壊せると。もう一回かな、次で多分レンガブロックが壊れるはず。オッケー、よしよしよし。これで右側がどうなってるかなんだけど、あぶねー、ギリギリ耐えた。危な、坂のとこにいたらマグマにやられちゃうね。そしてこれは一旦上に行きまして、え、びっくりした。とりあえずこれは待ちゲーなんだけど、これはオッケー。今これは、え、あ、ここで待てばいいのか。あぶねー、しゃがめばオッケーなんだ。ただ下からマグマも来てるから、え、これダメージ食らわないと無理。いや、引っ込んだタイミング、ちょっと待って、カロンさん危ないんですけど、引っ込んだタイミングでいけばダメージ食らわなくてもいけると。今、よしよしよし、オッケー。これはこれは待って、マグマが下に行ってる時に行かないとだから、次コンボが下がったらいける。今、ちょっと待って、これはやばいんじゃない、今かな。で戻る、オッケー、よしよしよし、オッケーオッケーオッケー。でこのコンボが下がったら右側に行くんだけど、ここはとりあえず安全かな。オッケーオッケー。とりあえずレンガブロックが壊れるのを待って、ここは安全だね。ここは安全。大丈夫だよね。よしよしよし。とりあえず行きます。ここで待って。次はどうすればいいんだ？赤土管か？いや、上に行くべきか？上行くか？上行って壁聞く待機。ちょっと待って。終わったな。終わったな。やっぱ下行くべきだよね。下行くか。これでコンボとマグマが下がった隙に土管に入ると。さあ、水中、ちょっと待って。下なんもなかったわ。え、ってことはちょっと待って。これさ、そこで上行かないと。オッケーオッケーオッケー。上か。ってことはもうこれさ、壁キックを早打ちに行くしかないってことなんだね。これは一回上まで行ってレンガブロックをこう。ここはダメージ覚悟で上に行きますか。もうここは一発食らうのは仕方なくって、よし、オッケー、中間ナイス、よしよしよし、ここまで来れたらとりあえず一安心。これは右側が正しいのかな。ちょっと待って、終わったな。これ多分来るな、来るな、助けて。下は何があるんだろう。下の方がなんかいけそうな気がする。いや待って、鍵ドアか、鍵持ってないぞ俺。ってことはおとなしく右側から行くしかないのか。レンガブロックどうやって壊せばいいんだこれ。ここ多分来るよね。あっぶね、来ない、ギリ来ない、ギリ来ない。オッケーオッケーオッケー。ってことはここで急いで下入る。オッケー。そしてこれは壁キック、え、大丈夫、溶けコンボないよね。お、オンフ切り替えて、え、切り替えたらどうなんだ。左側に逃げよう。オッケーオッケーオッケー。で何がある、え、どういうこと。しまったな、土管入るべきか、先に。さあ、青土管何がある。さあ、水中、ちょっと待って、ウェンディいるのやばいな。ちょっと待てよ。よしよしよし、オッケー。え、一回、真下行って踏んだら、上に行くと。オッケーオッケー、ジャンプだけしてれば大丈夫。ジャンプだけして、どうなんだろう、ウェンディってさ、多分、貫通するよね。そうだよね、オッケーオッケー。復活したら、下行って急浮上。オッケーオッケー。で、A 連打で、ここで待ってれば大丈夫と。あの、なんか、攻撃の輪っか出されたらきついな。よし、オッケー、オッケー、入る入る入る、オッケー、オッケー、オッケー。さあ、鍵ドア入ります。ゴールかな？よっしゃー！ゴールに行きたいのに。さあ、これは、上に隠しがあるから、ゴールに行けない。え、ちょっと待って、これは、じゃあ、どう入る？え、クレーンに捕まったところで行けないと。ほう。ほう、どうすればいいんだ？え、ちょっと待って、ここにもあんの？え？いや、ミスったな。ここだけ、ここだけ出す。オッケーオッケー。ここだけ出して、あと一番右も出しとこう。オッケー。これでゴールで、あ、ミスった。ミスった。あー。だから、ここは普通にもう出しちゃうんだよ。ここで、オッケーオッケー。これでゴールいける。いけるはず。よいしょ。これで右側行けばいけるんじゃない？よし！コース。さあ、コースというコースをやっていこうと思うんですが、クリボーがいるだけで、あとはなんか基本的には平らっぽい。いや、ちょっと待って、終わった。さあ、ここはスピンをしていきましょうって感じのコースなんだけど、特にはクリボーがいっぱいいるだけで大丈夫か。中間もらっとこう。オッケー、よしよしよし。ブラックパックンがいるが、ここはパックンはスピンでオッケー。そしてゴール。いろいろと大変なスピードラン。大変ってどう大変。あ、とりあえずここは綺麗。え、さあ、お城なんだけど、ちょ、めっちゃファイヤーバー長いな。長いんだけど、とりあえずね、いけるにはいけるね。オッケーオッケーオッケー。タイミング見ていけばいけるんだけど、ちょっと待って、甲羅じゃない、氷つらら、あれなんていうアイテム名なのか、未だによくわかんないんだけど、とりあえず、ちょっと待って、右が何もないな。あ、あるな、ブロックある。
大ジャンプ。オッケー。さあトゲをかわしていきます。え、つまりこれ三段ジャンプとかじゃないよね。スピンで抜けられるけど、ぶねバーナー。これは上行きましょう。ちょっと待って、ここは大丈夫、ここ大丈夫だよね。オッケーオッケーオッケー、上行こう。上の方が安全な気がするな。オッケーオッケーオッケー、よし上行って、これも上乗れる。ちょっと待って、これでも下見たいな、下見たいけど、まあ大丈夫でしょ、この辺なら降りて大丈夫でしょ。よしよし、そしてこれはツタを渡ってく感じね。これ上行きたいな、上なんかありそうだな。でも行けないな。いや、とりあえずジャンプで行きますか。あ、これゴールだな、ゴールあるけど、ちょっと一回待つ。よし、これで、え、ゴール反対側なんだけど、ただ時間はねいっぱいあるから大丈夫。うわ、そういうことか、これ挟まれるんじゃん下手したら。いや大丈夫か。さあここ挟まらん。さあ走るのかな。いやでもあれだな、青いドクロリフトがある。そしてなんだ、炎がある、炎があるけど、ゴールだゴールだゴールだ。1-8スーパーワールド。さスーパーワールドだね。キノコ床のギリギリを攻めていこう。そしてこれはダッシュして上に乗っていくと、これ Z だね、 Z を押して、 OK。 ちょっと待って、これ俺苦手なやつ。ゴールマリオコース、ゴールマリオコースとはつまりピンポンブブー、なんだゴールまで合ってるかどうか分かんないみたいな感じのコースなのかな。とりあえず上進んでってみるけど、いやこれ上だよ、絶対上な気がする。いや違う、顔が書いてあるだけでした。さ、え、ってことは土管入れってこと？ブブーって言ってるけど本当は正解ってことなんじゃないの。つまりブブーだからこっち入ればいいんだ。オッケーオッケーオッケー。そしてこれ上として何が違うんだ。いや次上行ってみるか。よいしょ。いやブブーだからこっちだよ絶対。うん、絶対そんな気がする。オッケーオッケーオッケー、ほら続いてる続いてる。オッケーオッケーオッケー。でこれは、え、本当にブブー、いや大丈夫大丈夫、ファイヤーがめっちゃある。オッケーオッケーオッケー。そして一応連打しとく。うおいやいやクッパ。さあこれ一応ゴール多分さ右側だよね。いやでも土管入っちゃったからな。あれ今どっち面だ、どっち面だ、ちょっと待てよちょっと待てよちょっと待てよ。オッケーオッケーオッケー、一回逃げるか。いやクッパ倒して鍵もらうパターンなのかな、わかんないな。いいや、とりあえず左側行こう。やっぱクッパ倒さなきゃダメ。いや左側に行けば何かがあるはず。いやドアがあるな、これ入ってみる。何も言われないぞ、金庫もブブもない。ん、あ戻ってきただけだったわ。ここがさっき入ったドアで、いや土管があるぞ。やばい、なんか穴に落ちそうな気がしなくもないけど、いや普通に地面あったわ。そしてこれはちょっと待って、ドア入るか。いやー怖いぞ。あゴールだ。